ピエトロ・ダ・コルトーナ、黄金時代、ルーカス・クラナフ派、黄金時代黄金時代は、前世紀、絶頂期のこと。古くは、ギリシャ神話において、人間はかつて現在より優れた黄金時代を生きていたと説く。あるいは、ゴールドラッシュのように、ある国家や地域が、金の採掘や流通で、経済的に繁栄している時代や、その状況を指すこともある。 口述するが、現代においては、比喩的にある国家や組織、大衆文化における木工から場合によっては、水防までのその歴史の中で最も繁栄した時代や、著名人の前世紀なども指す。大義語は暗黒時代。黄金時代の言葉のルーツはギリシャ神話である。ヘシオドスの仕事と日々によると、かつてクロノスが神々を支配していた時代が黄金時代である。 黄金時代には人間は神々と共に住み生きていた。世の中は調和と平和に満ち溢れて争いも犯罪もなかった。あらゆる産物が自動的に生成され労働の必要はなかった。人間は不死ではないものの不老長寿で安らかに死んでいった。その後、ゼウスがクロノスにとって変わると黄金時代は終わりを告げ白銀時代が始まった。 白銀時代の人間はゼウスに滅ぼされ、青道時代が始まった。以後、神話の英雄が活躍する英雄の時代、歴史時代である鉄の時代と続くにつれ、人間は堕落し、世の中には争いが絶えなくなった。かつて、人間のはるかな祖先は、理想郷に住んでいたとする神話は各所に見られる。その中でも、代表的なのが、旧約聖書のエデンの園である。 代表的なのが19世紀後半と20世紀初頭のアメリカ合衆国。南北戦争後の発展で工業生産量がイギリスを抜いて世界一となった19世紀後半。第一次大戦後に世界経済の中枢となりバブル経済が起きた20世紀初頭が挙げられるが20世紀後半に起きた高度経済成長期バブル景気にはいた。 日本も一つの黄金時代と言える。現在では、スポーツ選手や芸能人が最も華々しい活躍をしていた時期や、特定分野のポップカルチャーが人気、セールス面でピークやブームを迎えていた時期を指して使われることも多い。個人に対してと、より短期的なニュアンスで黄金期と呼ぶこともある。黄金時代と題名がついている作品は数多くある。 ありがとうございます。